皆さん、こんにちは。2023年大晦日に週刊誌が報じたゴシップな記事によって電撃結婚発表が話題となった亀梨和也さんと田中みな実さん。現在結婚こそ発表されていませんが、報道の翌日に事務所から2人の交際を認める正式なコメントが発表されたため、ファン騒然の事態になりました。そんなお二人ですが、いよいよ結婚間近との声が関係者の間でささやかれています。そこで今回は亀梨和也さんと田中みな実さんの結婚の噂について調査しましたのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。事の発端は大晦日にフライデーが報じた男性アイドルと元局アナが元日婚へ、ベテラン芸能レポーターが掴んだ超ド級の熱愛&結婚情報という記事が始まりでした。その記事には人気男性アイドルグループの X さんが電撃結婚するという話が飛び込んできた。結婚の意思が決まっているのは本当です。ビッグカップルになります、とは情報提供者。しかもお相手は X さんとは一度も噂になったことがないブレイクしている元局アナの Y さんだ。2人の関係にかなり入り込んでいる前室の情報提供者は、両家でも話し合いが持たれているし、女性の方がお子さんを強く欲しがっている、2人は同じ年齢ですし、まさに結婚適齢期ですと言い切る。この2人がお正月に結婚を発表することになったら、年始から芸能界は大騒ぎだ。きっかけは雑誌での対談がきっかけ。まだ交際がスタートして数ヶ月しか経っていませんが、2人の間は燃え上がっていますよ、といった内容が書かれていました。記事が公開されてすぐに、ファンと見られる複数の人物たちが記事中にいくつも散りばめられたヒントから、これらの内容が亀梨さんと田中みな実さんにぴったりと当てはまったことを確認。それにより確定的に2人が交際しているのではないかと言われ始めました。しかし報道されたタイミングでは公式なものではなかったことと、日付が変わった後も何も報道されなかったことで、デマではないかと疑われていました。しかし状況は一変。亀梨さんの所属事務所スマイルアップが、お仕事をご一緒して以来仲良くさせていただいておりますと正式にコメントし、真剣交際していることが報じられました。ただ関係者によると、31日に一部で2人の元日婚が報じられた内容は事実ですが、年明け早々のゴールインはないとのことです。ただ結婚を前提に付き合っているということで、早ければ年内には結婚する見通しということで、2人の生活は始まっているようですと語っており、結婚報道自体は否定されていました。その後これといった2人に関する続報はなく、皆の関心も薄れてきた中、亀梨さんが出演したとある番組での出来事によって2人の結婚説が再燃します。3月19日に放送されたバラエティ番組、突然ですが占ってもいいですかに出演した亀梨さん、占い師からの思わぬ指摘に真剣な表情を見せる一幕があったのをファンは見逃しませんでした。番組内で恋愛結婚運の話題になると、占い師は亀梨さんに、フェロモンダダ漏れの星が入ってます、脱いだらもっとすごい、初めて女の体を見たとしてもどこがいいか分かっちゃうタイプなどと次々と指摘。さらに一番の強みはキスのうまさ、突き抜けてるなどとプライベートの行動についても絶賛しました。これらの占い結果に顔を伏せながら、これはもう、いや、あえて何も言わないでおきますと苦笑いを見せることに。また田中さんとの今後を彷彿とさせる指摘もあったそうで、占い師は亀梨さんの女性のタイプについて、2023年からは直感が鈍ってる時期に入ってる、例えばタイプじゃない人を選ぶとか、全然好きじゃないけどそれが欲しくなるとか、好きな食べ物じゃないのに好きになったって感じがあるでしょ、ここ 1,2 年と指摘します。すると亀梨さんは、去年ぐらいからグッとギアを入れようって時に、今までの流れじゃないものを取り入れてみようとと納得する様子を見せました。その後占い師は、だって本来グイグイ来られて好き好き好きってのは本当はダメだから、自分が
好きでこの人のために何かしてあげたい。だから向こうが尽くしてくれるのはいいんだけど、ちょっとやられすぎると、ってなるのよ。とヒートアップ。そして、今年変化というのが入ってる。と亀梨さんの転機について触れ、自分の意思をなくしてその人の言う通りにして我慢をするという道を選ぶなら今年の6、7、8月が転機。と結婚タイミングとも思える匂わせ発言をしたのです。過去に亀梨さんが熱愛相手と報道された方たちと結婚まで実らなかったのは、相手に結婚願望がなかったこと、仕事のタイミングによりできなかったと言われています。亀梨さん自身、結婚への意欲について自分の心境を、自分のイメージだと、もうちょい早く結婚して子供いたよ、結婚願望はずっとあるし子供もめっちゃ好きと明かしていることから、田中さんとの結婚についてやっと決心したようにも見えました。お相手とされる田中みな実さんといえば、以前インタビューで尽くすことが愛だと信じて疑わなかったなどと過去の恋愛観を明かしたこともあったことから、この番組での内容に対しファンから、田中みな実のことを言ってるのかな、個人的な意見を占いでごまかしながら、なんで田中みな実なんだろうって伝えたいだけなのかと見ていて思った。別れた方がいいって遠回しに助言してるの、と田中みな実さんとの結婚を思い浮かべる声が相次ぎました。しかし亀梨さんは先日、公私ともに仲がいいプロ野球選手で巨人に所属する坂本勇人選手とともに行った東京都港区の高級ラウンジ店での対応が暴露されています。いつもお酒が進むと従業員に対して横柄な態度を取るんです。その日も来店からしばらくすると、席に着いた女性キャストにキスを迫り始めて、男性スタッフから「そういった行為はおやめください」と何度か注意されていました。しかし亀梨さんは態度を改めず、その後も席に着いた女性キャストにキスを迫り続けていました。みんな場の空気を壊さないようにやんわり断っていたのですが、だんだん亀梨さんの機嫌が悪くなってきて、3人目に着いた女性キャストがキスを求めてくる亀梨さんを拒否したところ、いきなり「なんで俺とキスできないの?」と怒鳴って自分のスマホを投げつけたんです。正直現場は凍りつきました。スマホを投げつけられた女性も今にも泣き出しそうになってたし、見かねた坂本さんが亀梨さんを促すように連れて帰ったので、その日はそれ以上のトラブルにはなりませんでしたが、と語っており、店での暴走はこれが初めてではないため、要注意人物として知られているそうです。また芸能関係者の間では、女性のカリスマである田中さんがなぜ亀梨さんのような男性を選んだのか不思議でなりませんと言われていることもあり、二人の破局を願う声も少なくないそうです。しかし元日の熱愛報道後、初めて二人揃って公の場に姿を見せたテレビ朝日系ディスティニーの制作発表、愛してやまないものについて聞かれた際に、亀梨さんがイカ毎日食べたいと回答すると、田中みな実さんは私は小肌でと明かし、息ぴったりな回答で会場を沸かせていました。こういった様子からも二人の関係性は良好とみられます。また田中みな実さんが亀梨さんを事務所の社長に推しているという噂もあり、あなたの実力があれば社長になれるという勢いで亀梨さんに葉っぱをかけているようです。事務所再建のキーパーソンになってほしいと田中みな実さんは心から願っていると言われています。そんな提案をする田中みな実さんは間違いなく亀梨さんとの結婚を意識していることがわかりますね。もし亀梨さんがそれに応じた場合は、いよいよ2人の結婚は間近と言えそうですね。今後の2人の動向に注視していきたいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。